J3 での対戦となりました。今両チームの選手がこの長良川競技場足を踏み入れました。今試合開始のホイッスルです。2020明治安田生命 J3 リーグ第3節さぬきのスローインです。クロスを入れますがパンチング、ボールが残ってこぼれたボールを今押し込みました。笛が鳴りました。ただガッツポーズを見せているのがさぬきの選手たち。今のシーンもう一度見ます。杉山からというところ、クロスバーに当たって弾かれたボール一度押し込んでラインを割ったという判定になるんでしょうか。さぬきのボール奪い返します。すぐに送り込む前線、ボールの前迫っていく、クロスバーに当たりました。決定的なチャンス高崎迎えていました。狙ったボールはクロスバーに弾かれました。キーパーの頭を越えるところ、さぬきのゴール狙いに行きましたが、さあここをかわしてチャンスになる、岐阜迫ります。キーパーなんとかというところ、この位置うまく反転してゴール前迫りました。キーパー清水さえかわせれば同点ゴールということになりましたが、これはからさらに送り込んでこの位置で受けられた高崎から中央、この位置右足シュート決まりました。エリアの外から右足振り抜いたのは甲斐健太郎。この位置からロングボール高崎狙えたところでしたが、冷静に右を見ていました。上がってきた甲斐健太郎が合わせてゴール左側、ボールが吸い込まれていきました。川西ボールをキープ、中へ入れる、この位置振り抜く、ゴールの前チャンスになる、わずかにポストに当たりました。グラウンダーのボールこぼれて、ここで長い笛が鳴りました。